じゃあ、還暦直前現場コーナーに参ります。わーわー We are Get Black On Air。 Yeah.
現場コーナーにいるのテーマその3。ノラボイファイアー ワン、ツー、スリー、ジャン！少年ナイフとかでやってて、とっても世界的に有名な PA が大阪から来てくれました。あ、京都だ、今京都から来てくれました。なんで、あの重点域が日常のライブの 1.5 倍ぐらいマシなんで、気持ちよく暴れてください。じゃあ行きます。ラッツトライ
ぱりさ、このぐらい定期があるとあの海外のライブハウスと同じぐらいなのよ実は。で、あのちょっと知ったかぶりすると海外に行って日本に帰ってくると全く音が小せえなって毎回思うわけで、あの年始一発目の東京はやっぱりこのぐらいでかい音で聞きたいわけよ。で、でかい音で気持ちよくサイコマーダやっと真ん中だぜ、今日長いよ実は、で、ん？終電？大丈夫？じゃあ終電に間に合うようにちゃんと暴れていきましょう。汗流して病原菌は全部床に置いていきましょう。じゃあ大好きなフガジの映画が3月の半ばから出ます、やります、東京、新宿のケーズシネマっていうところでやります。じゃあそいつのために原爆らしい曲で1曲祝辞を、ニューライフ。
最後半に入りましょう。じゃあダイビングフリーで、カメラを持っている人に大迷惑をかけながらみんなで楽しみましょう。じゃあこの曲から I will It's not
しゃ手を取りましてどっかいつかどうでもいいどうでもなんとか古い話を書き始めどっかいつか何でもいい何でもなんとか何でも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 2曲、だって終電来ちゃうもん。じゃあ行きます。ニュークリアカーボーイ。ちょっぴり枯れた滝は
じゃあ今日最後、じゃあ今年もよろしく。じゃあこの曲でいきます。ゴーゴーカレーダンス。でねって言っといてね。まだまだ行かねえよ、待ってろよ、明美。どうもありがとうございました。じゃあこれからもよろしく。ちなみに2月10日、名古屋クラブクワトロで大ハードコアパンクロックマチネやるんで来てください。よろしく。でやらんと終電に乗れん人がいる。じゃあ人の曲以外で原爆の曲で聴きたい曲。じゃあ1曲のつもりが2曲のパターンな。じゃあ1曲のつもりで2曲、2曲のつもりで1曲。じゃあマサミの分も暴れてる。じゃあマサミくんのためにもこの曲をいきましょう。アンダードッグオンプロワンダーディンキャー。
病原菌のウイルスは全部床に下ろして帰りましょう。どうもありがとう。